えーと今日はです、ね、第9回のです、ね、断素生態の構成式の2ということで、教科書のです、ねえー、53ページから、えー、と57ページまでですね、で先週はです、ね、プラントルロイスの構成式ということで、複の構成式を導いたということになります。で、そのとき、ね、断素生態におきましては、あ増分形式と。 今ある現時点の状態からどれだけ変,形と変化をさせるのかということを、まあ、少しずつですね、前進させていくことで問題の答えを解くということで、まあ、その時、歪みはですね、全歪み、デルタイプシロン IJ。これはですね、重ね合わせの原理で問題が解かれる男性歪みに、もう一つ、今回はですね、ここにデルタの イプシロンの IJ の P と、これがですね、蘇生歪みの増分量になるということになるわけですね。男性体に対するですね、解凍に対して、蘇生歪みの増分量をある応力に対して計算をしていくと。そしてそれをですね、ずっと蓄字、足し込んでいくことによって、その時のですね、状態の歪みをまあ求めるということはですね、先週まず一つ学んだことですね。 はいえっと、それとです、ね、もう1つ重要なことはです、ね、じゃあ次にこの組成歪み増分量デルタエプシロンの IGA のウェストエッジプラスチック P これはです、ね、応力とどのようにして関係づけられるのかといいますとシグマの IGA のプライムデルタのラムダあすなわちこれはです、ね、偏差応力 えこれにですね、えー、この偏差算応力にまあ比例するようにして、えー、蘇生歪みがですね、まあ、あの増加をしていると、まあ、いうことになるわけなんですが、えー、この時、謎の係数、比例係数ですね、デルタラムダというのは、今このまま当面来週までハテナにしておきましょうということで、こいつをですね、比例係数と。 いうふうに言いまして、これについては来週ですね、具体的にどんな形になるのかということを見ていきましょうという話をですね、したと思いますが、今日は、えー、ここだけを集中してやる。ここはですね、なかなか、えー、ゆっくりと説明しないと難しいところですので、この比例係数の求め方がわかり、この答えがわかればですね、ここにぶち込めば、 蘇生歪み増分量が得られ結局は全歪みが求められるということで全て問題が解けることになりますので今日はひとまずですねこの比例係数の求め方についてゆっくりとね説明をして今日の授業を終わりにしたいというふうにですね思いますでここで先週のですね復習はこれで終わりにしましてそれではまず9の1ですね えー、比例係数の、えー、決定とで、えー。比例係数をですね、えー、求めるためには、ですねちょっとこれではね、まだあ今までの学んでいる内容では、ちょっと道具立てがですね、えー、ちょっとですね足りないということにですね、<laughs> なりますのでまず必要な道具をですね一つ一つまずあの準備をしていきたいと思いますその一つはですねミーゼスの幸福条件で出てきた相当応力あの時相当応力の役割は何かというと多軸応力状態にある応力成分を単軸応力状態に等価な量すなわちそれはですね シグマーバーという記号で表しましょう。こういうような公式を導きまして、これはエネルギーに基づいて導いたわけですけれども、多軸の応力状態と単軸の応力状態を結びつける。で、多軸の応力状態にある応力分布を単軸の状態で変換することで、その時の応力の状態を我々が分かりやすくしよう。次に、 もしこれが幸福応力シグマ Y に到達したら幸福をするという判定基準にも使おう。これがミーゼスの幸福条件ということになっていたわけですが、我々はですね、その中でとりわけこの相当応力が単軸応力、多軸応力を単軸応力に変換するためという式だけにここでは着眼をしておきたいと思います。今、ある直方体を考える。 物体から切り出した小さな微小要素を考えまして、そしてこれ簡単のためにですね、先端応力を無視しまして、使用力シグマ1、シグマ2、シグマ3。今、物体中の空間座標形をくる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 回転して、あるところでピシャッと止めると、このような微小直方体にシグマ1、シグマ2とシグマ3の垂直応力だけがですね、 作用しているような状態を見つける角度があったというふうにしましょう。これは使用力軸ということになるわけですけれど、もしそういうところから、この相当力の表示を示しますと、これはもうすでに何度も授業で説明しておりますように、ルート1、二分の一のカギ括弧、シグマ 1- シグマ2の2乗プラス。 シグマ 2- シグマ3の2乗プラスシグマ 3- シグマ1の2乗ッコで閉じるその次にこれを屋根でこういうふうに上をかぶせておくとこれがですね使用力の時の相当力の計算式だったと思いますねこれちゃんとその時になぜこういう式になるのかというのを皆さんにミゼスの相当力の 解の時に証明をしていたと思うんですが、私が今使いたいのは、これが幸福条件に到達するかしないかではなくて、相当力という多軸応力から単軸能力に変換するこの公式に着眼をしておきたいということになるわけです。次にですね、この相当力を今後のために少しですね、式を、まあ、変形をしておくということなんです。どういうふうに変形をするのかというと、 簡単なことを言うと、これ、偏差応力に全部切り替えるということで、ここから水、整数圧マイナス P。ここもマイナスの P。あ、ここは、え、プラスの P だな。ここをマイナスの P。え、ここをプラスの P。ここをマイナスの P。え、ここに、え、プラスの P を代入してやると。そうすると、マイナスとプラスで何も起きない。マイナスとプラスで何も起きない。 マイナスとプラスで何も起きませんので、それぞれの使用力の後ろにこのマイナス P とプラス P をまず入れておくと。そうしますと、例えばこの第一項だけについて、ゆっくりと見てあげますと、これは、カッコ、シグマ1引く P、プラマイナス、えー、ここでカッコしとこうか、シグマ2 マイナス P。閉じ括弧そして、二乗とえ。この一番最初のですね、えー、括弧の二乗、シグマ 1- シグマ2の二乗は、シグマ 1-P からシグマ 2-P の二乗というような括弧になるわけですね。ここにもう一個括弧入れとかないとまずいね。こういうふうになるわけですので、これは、あそれぞれ、えー、シグマ1プライム、 こちらはシグマ2プライムというふうにして、使用力の偏差成分だということになりますので、こやつは結局こういうふうになるわけシグマ1プライムからシグマ2プライムの二乗したものであるということになります。一つ目の規則が分かりましたので、結局はこいつはどうすればいいのかというと、この公式の右側にすべて プライムをつけることで相当応力を偏差応力から見たときの公式に書き換えることができるということになるわけですね。じゃあその式にですね次に書き換えてみましょう。これはまだ計算の続きですので破線にしておきます。そうしますとシグマバーイコールルート 1> 1 2分の1の大括弧のシグマの1プライム引くシグマの2プライムの2乗プラスシグマの 2, マのの2プライムマイナスシグマの,グマの3プライムの2乗プラスシグマ3プライム引くシグマ1プライムの2乗カッコで閉じるそしてこれを屋根でかぶせる。 えこういうふうにですね、偏差を力成分で相当力を表すことができた、えー、次に今度やることはですね、えー、この中を展開すると。えー、そうしますと、まず第1項目が、シグマ1プライムの2乗、えー、マイナス2倍のシグマ1プライム、シグマ2プライム、プラス シグマの2プライムの2乗と、まずこれが第1項目のですね2乗をですね分解したものです。第2項目を見てみますと、プラスのシグマの2プライムの2乗マイナス2、シグマ2プライム、シグマ3プライム、プラスシグマ3プライムの2乗と、これが第2項目の計算をした結果です。 最後は3プライムからの、この項ですけど、3、シグマ3プライムの2乗マイナス2、シグマ3プライム、シグマ1プライム、プラス、シグマ1プライムの2乗ということになりますので、これ上から下に向けてすべてですね、 えー、足し算をですね、まあ、していくということになるわけですね。そうすると、シグマ1プライムの2乗は2個ある。シグマ2プライムの2乗も2個ある。シグマ3プライムも2乗、2個ある。真ん中の項は1個しかありませんので、2でくくって、シグマ1プライムの2乗マイナスの、あ、プラスの、シグマの2プライムの2乗プラス、シグマ3プライムの2乗マイナス、 もう一つは、シグマの1プライム、シグマの2プライム、プラス、シグマの2プライム、シグマの3プライム、プラス、シグマの3プライム、シグマの1プライムというような格好で、2でですね、全部こういうふうにくくれるということになるわけです。次に今度は、ここに2分の1がありますので、こいつとこいつが消えると。 いうことになりますので、これはどうなるのかというと、屋根。シグマ1プライムの2乗プラス。シグマ2プライムの2乗プラス。シグマ3プライムの2乗マイナス。シグマ1プライム、シグマ2プライム、プラス。シグマ2プライム、シグマ3プライム、プラス。 シグマ3プライム、シグマ1プライム、そして全部これをですね屋根で、えー、上をこういうふうにして囲っておくと。えー、こういうふうに、えー、少しずつ相当力の使いやすい形を見つけていますけれども、まあこういうふうになるということですね。それで一方ですね、えー、一方。 これはもう何度も出てきてますけれど、1プライムプラス、シグマ2プライムプラス、シグマ3プライムと、これは0だと。偏差応力成分の和はですね、この主応力、偏差主応力を足し算したものは0であるということで、こいつをですね、事情と。 いうふうに、ま、してあげると、そうすると、これで計算をすると、シグマ1プライムの2乗プラス、シグマ2プライムの2乗プラス、シグマ3プライムの2乗プラス、2倍のシグマの1プライム、シグマの2プライム、か、かプラス、シグマの2プライム、シグマの3プライム、プラス、シグマの3プライム、シグマの1プライムと、 イコール、えー、ゼロと、えー、こんなふうな、えー、格好で、えー、式が計算をできますのでしたがって、えー、こいつの項でですね、えー、求めてやるとそうしますとシグマ1プライムシグマ2プライムプラスシグマ2プライムシグマ3プライムプラスシグマ3プライムシグマ1プライムというのはマイナス 1> 1 2分の1カッコ、シグマ1プライムの2乗、プラスシグマの2プライムの2乗、プラスシグマの3プライムの2乗の大カギカッコということになるそれで今あ、ここでこういうふうにですね、えー、求まったこの部分を、えー、この中に代入すると。 そうしますと、これ、こことここが一致してますので、1プラス2分の1で2分の3になりますので、従いまして、相当応力は、こういうふうに変差応力で、きれいにまとめることができる。ここまで消します。 ルート、2分の3、鍵括弧。シグマ1プライムの2乗プラス、シグマ2プライムの2乗プラス、シグマ3プライムの2乗、鍵括弧。で、これに屋根をつけると。で、これがですね、偏差使用力で相当力を表したものである。で、ところで、今、ここから、 ずっと計算をしてまいりましてえちょっとこれはきれいにしておきたいのでここまで。については実は皆さんにですねえー2回目か3回目の時の応力不変量の時の偏差成分の計算のレポートがあったと思うんですけれどその時にこれと同じようなことを自宅でやってもらってたと思うんですね。思い出したかなこんなような手順で何か一つ一つ 使用力から偏差応力にこう計算をしていったような記憶があるんじゃないかと思うのでこの式の変形というのは実は皆さんはもうレポートで1回経験をしているはずじゃないかと思うんですねだから今僕はずっと式を一つ一つ,つ変形していったことも特にそんなに複雑なことをやっているなというふうに感じた人はほとんど理解しているのであればいないのではないのかというふうに思います今欲しいのはこの式でした じゃあ、相当応力の道具立て、その1はここで終了と。じゃあ次行きましょうか。ページを変える。次に、こういうふうなことをやる。 えー、多軸応力を単軸応力状態に変換する相当応力というものがですね、あるのならば、それに対応するようにして、えー、歪みについても、多軸の歪み応力、あごめんなさい。多軸の歪み成分を、えー、短単軸の歪み成分に変えるようなものがなくちゃ困る。そこでですね、 これからやることは、この相当応力に対応する相当蘇生泉増分こういうふうな量はいかなる量なのかということを次にですね計算をしてまいりたいというふうに思いますが、これを導出するのにいろんなやり方があるんですが、今回はですねこれを導くために仕事を使う。これが一番説明が分かりやすい。 えー、すなわち、えー、応力と歪みがですね、ある応力の時に、えー、歪みが増分少しだけした時に、その物体に外からなされた仕事は何歩かということを考えると、応力と歪みが対になって現れますので、即座にそれでですね、欲しいものが実は出てくる。この量を今、デルタの WP、ワーク、W は増分量、P は蘇生ということで、 え、蘇生仕事増分量というのを計算してまいります。で、これ実は簡単で、仕事は、応力と歪みの掛け算で計算をできるというのは、材料力学で勉強してますので、それを計算すればいい。W の P は、シグマの1のデルタのイプシロンの1の P。プラス、シグマの2、デルタのイプシロン2の P。 このページをちょっと消します。これも関係ないから消します。え、プラスシグマ3デルタイプシロン3の P と。こうすることによって、ある応力状態、シグマはシグマ2、シグマ3にある応力状態から、デルタイプシロン P、 デルタイプシロン 2P、デルタイプシロン 3P だけ少し蘇生歪みで仕事させる。そうすると、応力と歪みのそれぞれの成分に対応するものの掛け算をとり、すべての輪を取ることで、蘇生歪みによってどれだけ物体に蓄えられたのかという、まあ、なされたのかという仕事が計算できるというわけだ。なぜこれに着眼をするのかというと、 今、相当応力の量から相当蘇生ひずみ増分量というものを見つけるために、ですねこいつは超いいわけですね。応力とひずみ、応力とひずみ、応力とひずみが次になって現れているので、こいつをうまく利用すればですね相手先のひずみが計算できるのではないのかと。そこでこの仕事増分というのを見つけてやる、えー、気がつくということになるわけなんです。でところが、ね、こいつは、 えー、偏差応力ではないね当然これまだこの段階では物体に作用して生じている応力成分に対して歪み増分量を掛け算するべきであって今こちらでは偏差成分になってるけどこちらは偏差成分になってないのでこれをまずひとまず全て応力を偏差応力に書き換える偏差応力はどうだったかというとシグマ11プライムはシグマ1から平均応力 P を生水圧を引く シグマ2プライムからシグマ2引く P。シグマ3プライムはシグマの3引く P というふうにして、それぞれの差、あ、使用力が計算をできたはずですので、しからばですね、こいつのところにこれを代入すると。ここに相当する部分を それぞれ、ここと、ここと、ここにですね、一つ一つ丁寧に計算をしていくということになる。これはページを変えます。そうしますと、相当仕事増分量、デルタの W の P と、まず言うのは、シグマの1プライムのデルタイプシロン1の P、プラス、 p のデルタのイプシロン1の p, プラスシグマの2プライムデルタのイプシロンの2の p, プラス p デルタイプシロン1の p, プラスシグマ3プライムのデルタイプシロン3の p, プラス p デルタイプシロンごめんなさい、ここにです。3p ここでちょっと注意しておいてほしいことは、記号の ここについている P はプラスティックね。の P。えー、こちら側はですね、静水圧のプレッシャーの頭文字を取った P で、同じ P がちょっと出ているので、まあ、こちら側は小文字の P でウエストエージと。こちら側はこういうふうな大文字の P というような形で、ちょっと少し頭の中でごちゃ混ぜにならないようにしておいてください。 さて、今、これ上から下に足し算をしますと、シグマ1プライムのデルタのイプシロンの1の P、プラス、シグマの2プライムのデルタのイプシロンの 2P、プラス、シグマ3のプライムのデルタイプシロンの3の P、プラス、この P でまとめますよ。デルタのイプシロンの1の P、プラス、デルタのイプシロン2の P、プラス、 デルタイプシロン3の P、鍵書こと。さて、ここでですね、思い出してほしいことは、ある体積の持つ領域が蘇生変形をしたとしても、その体積は変わらないというのが、体積不変量で、蘇生変形の物理的な非常に重要な特徴だという話をしたと思うんですね。 ところで、デルタエプシロン P1 プラス、デルタエプシロン P2 プラス、デルタエプシロン P3 は、ある体積が歪んでどれだけ変化したのかという量を示している。ところは、体積一定の条件によりますと、そんなことは起きないというふうに言っているのですから、これはゼロなの。こういうことが起きちゃうと、蘇生変形への第一回目の事業の原理を逸脱することになるので、 この項というのはゼロにならなきゃいけないと。これは第1回目の授業の時に出てきている体積一定速。ある立方体の形状が変形を受けるとき、蘇生変形するのであればその体積は変化しないと。 デルタエプシロンラスデルタエプシロン 2P プラスデルタエプシロン 3P は元の形からどれだけ体積が増加したかという意味なのでそんなことは起きない。だからここはゼロだ。そうしますとこの組成仕事増分量は結局シグマ1、シグマ2、シグマ3の右肩にすべてプライムをつけておけばよかったんだということが分かる。でもそれも今ここまで計算したからね分かったことですけれどもじゃあ分かったと。やってみようと。 このページを消します。ページを変えますと、デルタの W の P というのは、シグマ1プライムのデルタのイプシロンの1の P。 プラスのシグマの2プライムのデルタのイプシロンの2の P プラスシグマ3プライムのデルタのイプシロン3の P という形になりまして結局使用力の右にプライムをつければよろしいということになったで,でそこでですね次にこの式を見方をどういうふうに見るのかというのが重要なんですけれども 今、ここにシグマ1プライム、シグマ2プライム、シグマ3プライムという偏差使用力と、もう一つは、デルタイプシロン P と、デルタイプシロン 2P と、デルタイプシロン 3P が、それぞれ対になってかけて合わさっていると。で、この式を見るとですね、何かというと、ベクトルでいうところの内積じゃないのかと。すなわちですね、これをこんな風にして見ることができると。 えー、すなわちシグマ1プライムとシグマ2プライムとシグマの3プライムとこれ内積記号ねもう一つはデルタのイプシロン 1P デルタのイプシロンの 2P デルタイプシロンの 3P、えー、すなわち偏差使用力というもののベクトルと組成歪み増分量のベクトルの内積が まさにですね、蘇生仕事の増分量だということを、この式が言っていると解釈をしますと、ここでこういうふうに書くと。シグマベクトルは、シグマの1、シグマ2プライム、シグマ3プライム。次にですね、こちら側は、デルタのイプシロンの P のベクトル。デルタイプシロン1の P。 デルタのイプシロンの2の P、デルタのイプシロン3の P こんなふうにして、ベクトルの成分を持つ、デルタシグプライムベクトルと、デルタイプシロン P ベクトルによって、こいつはこういうふうに書ける。 シグマプライムベクトルのここで重要なのはここで天地取らないとね天地それと内積の記号でデルタイプシロン P ベクトルとこれで垂直応力の偏差ベクトルと組成歪み増分量のベクトルの内積ここ T は天地ねここはね こういういうになるわけだこれもう一度これを図形で考えるとどういうことかと言いますとある空間点において応力のベクトルがこういう方向を向いていると一方その負荷を受けて物体の点が変形していく方向がこうだとある点に対して で、この二つの間のナス角を θ ーーとすると、デルタのエプシロン P のコサインの、えー、成分に従って、えー、こちらの方向に、応力の方向に歪みが増加してくるというような、まあ一つ内積を見てあげるとそういう解釈がこれできるわけですここが非常に重要なことで、ちょっと少しここはですね、過程が入る。 というのはですね作用させた応力の方向に変形していってくれると仮定するかあるいはある種の材料でそうじゃないという材料を発見したものがいたとしようと付加した応力から少しこう歪みながら材料が変形していくような材料がある歪んでいく方向は力をかけた方向に対してシーターだけ向こう側に行って変形していくような材料があったとそんな新しい材料があったんですこれはあり得る。 ありうる,るので本来はここまでで止めといた方がいいかもしれないんですけれどもしかし対外の材料はそうはならないね。かけた力の方向に沿って歪んでいく。これが自然な考え方なということは一体どういうことかというと本来はこのナスカクシーターというのはゼロで。 あって作用させた応力ベクトルとそれによって生じた組成泉のベクトルというのは同じ方向を向いて変形していくとこう考える方がまあもし新しい複雑な材料を発見してしまったとしたらこの過程は全く成り立たないわけだけれども大抵の場合は力をかけた方向に物体は緩やかに変形していってくれるものとすればひとまず、えー、これでよかろうと。 家庭ここら辺から、蘇生力学というのは幸福条件の時もそう、単純な式の中の変形の中でもそうなんですけども、いくつかの中に実験によって得られた経験を散りばめていきながら式の変形を変えていかなきゃいけないそこが実は蘇生力学がどうしてどうしてってみんなが思うような点なんだよね。ここの中に 実験による経験則はあこういうふうなことを許すと今君たちはこれが当たり前だと思ってるかもしれないけどここで当たり前と思うと新しい材料の変形挙動の発見ができなくなっちゃうのでここは仮定としておくよこれはこうだとは言わないからねもしこの分野に関心があって研究をした時にこの法則を崩すような材料を見つけたとしたらそれは非常に工学的に有用な特性を示すでしょう。 さあ、そうしますとですね、今、ここからここへの変形というのは、結局、これ、スカラーで書けることるということで、デルタの WP、ね、蘇生仕事増分量というのは、絶対値。シグマーバープライムと、もう一つは、蘇生済増分量、イプシロン P ベクトルの 絶対値を単純にかければいいここに c o s ーはいらないわけす。すなわち今それぞれの垂直応力と歪み増分量の内積から出るといった力をかけた方向に歪むといったその過程がもし満足しているのであれば蘇生歪み増分量というのは偏差応力ベクトルの大きさと 組成済み増分量の大きさを掛け算するということを求めてこの過程があるからここは到達できるここはちょっと少し注意をしておかなければいけないことだじゃあ次に行きましょうここを消します じゃあ今、大原則の公式が一つ素晴らしいものが出てきましたので、これを少し使って、もう少し見ていこう。もう一度今書いたことをここに書くと、シグマベクトルとデルタのイプシロンの P のこのノルム、大きさ、これの掛け算で、蘇生ひずみの仕事の計算ができるということまで出てきた。もう一度繰り返し言うけれど、これが成立するためには、 この過程が成り立っているということを前提として話をしているんだよ。いいね。さあ、えー、これはどうだったのかと言いますと、これは単純にベクトルのルートを取ればいいわけですから、シグマ1プライムの2乗、プラス、シグマ2プライムの2乗、プラス、シグマ3プライムの2乗。えー、こいつが、あこの、<laughs> この部分のシグマープライムベクトルのノルム、大きさになるわけですね。これ単に成分を自情したわけだよ。これ公式でも何でもないからね。こいつを単にそのベクトルの大きさを計算したら、何がしのルートになるという、あの公式だよ。でその次にもう一つは、こちら側の公式はどうかというと、かける。こちら側につきましては、よいしょ。 これも同じようにして、それぞれの成分の事情をしてルートすれば、計算ができるわけですから。ルート。デルタイプシロン 1p の2乗、プラス、デルタイプシロン 2p の2乗、プラス、デルタイプシロン 3p の2乗。で、屋根がここまで来る。 これがもう一つの大きさだベクトルの大きささあ次にあともう一息だもうこれで答えが出ましたぞとところで今よって相当力はシグマバーイコールルート2分の3の大括弧とこう言ってるわけ ところで一方、それとは無関係に求めたものは、ルートのシグマ1プライムの2乗の和の何がしたと。ということは、こいつのルーシーからこちら側に2分の3をかければいいと。それではバランスが釣り合わないので、ここのところに3分の2をかければいいと。どうですかね 左側の式はルート2分の3、右側の式はルート3分の2にしても何も変化は起きないわけ何も悪いことしてない。そうしますと、これで大変なことがわかったと。こいつは相当力だと。 じゃあそれと対なんですから。デルタイプシロンの P バーというふうにおきましてこれを相当蘇生歪み増分と呼ぼうじゃありませんかと。 どう簡単でしょそうすると、ここでこういうふうにこの下に書けばいいわけだ。よって。 どううでしょうかね何も難しいいことないね。先ほどは相当応力というのを求め、えー、今度はですね、えー、蘇生ひずみ増分量の考えを利用することによってこちらに示すように相当蘇生ひずみ増分量というのを計算できる。 多次抗力状態に置かれた歪みの変化量というのを単一、単軸の歪みで置き換えると、この式に代入すればよい。応力はこれ、歪みはこちら。そうすると、シグマーバーとデルタイプシロン P バー。 すなわち、単軸応力状態での相当応力と、もう一つは、蘇生泉み増分量の掛け算をすれば、蘇生泉みによって外からなされた仕事が計算できるということになる。これ、もう一度いう話をすると、ある物体に外からなされた蘇生仕事、こちら側は単軸で計算された時の値こちら側は多軸で計算された時の値 さあ、じゃあ、ここまで今道具立てが全部揃いましたので、これでもう一気にですね、比例係数の計算が実はできるようになった。このページを全部消します。 さてプラントル・ロイスの式からこうだったと。もう一度書くと、デルタのイプシロンの ij、p、シグマの ij の偏差応力は、これを比例係数、デルタラムダだというふうに置きましょうという話をしたんだよね。今、僕らは使用力、守歪みについて話をしていましたので、これを成分で書き直しすると、 デルタのイプシロンの1の P、シグマプライムイコールデルタのラムダ、デルタのイプシロン、ちょっとこれ横に書きますね。ちょっと書ききれなさそうなので、デルタのイプシロンの2の P、シグマの2プライムイコールデルタのラムダ、デルタのイプシロンの3の P、 シグマのののプラライイムムコールデルデタのラム今、この通常の多軸応力の状態を座標をうまく適切に使用力軸に向けると、プラントル・ロイスの構成式はこのように使用力、偏差応力成分と、えー、歪み増分量の計算式に持っていくことができるというわけなです。ということで、これを歪み増分量について計算をしますと、こうなるわけ 今こここここからここまでの計算にはは何も面白いことはないとなわけだねただしかるべき値を入れて計算をしていただけだ。次にやることはどういうことかというと偏差応力に対して蘇生歪み増分量が比例しているというこのプラントル・ロイスの構成式をこいつに代入すると。 そうすると、デルターのイプシロンの P のバー で、これを最後まで屋根をつけるとここで気が付くのは共通因子としてそれぞれデルタラムダが自乗されたものが中に入っているのでルートの外にこれを放り出すことができる。 これに屋根をつけまして外にデルタラムダを放り出す次に今度気がつくのはここの部分 これは今度は、この上の相当応力の式を両辺2分のルート3で掛け算したものに等しいわけです。ルートのシグマ1二乗プラスシグマ2の2乗プラスシグマ3プライムの2乗というのは、ルートの2分の3のシグマバーなの。従いまして、ここのところは3分の2のシグマバーじゃありませんかと。 そうすると、3分の2ルートかける3分の2ルートですので、ここは3分の2になる。シグマーバーが出てくる。デルタラムダが出てくると。これがイプシロンの P のバーであると。あ,あ、出てきた、答えが。これをデルタラムダについて解くと。 これが比例係数だ。美しい。非常に綺麗。でもちょっと僕らにはね、使い勝手が悪いんだ、この式は。この式ちょっと使い勝手が悪いので、僕らのですね、使い勝手のしやすい式にですね、ちょっとこいつをいじくっておくことにしておきましょう。ここのページの真ん中を消します。 この比例係数、デルタラムダと、2分の3、イプシロン P のバー、シグマバー、今、このようにして、比例係数の公式がきれいに出てきた。 すなわち相当応力で相当蘇生ひずみを割り算したものを1.5倍してあげた分だけ応力とともにひずみが増加しているとこういう原理になる。しかしまだこれで僕らにはね抽象的すぎるのでこれをですねちょっとこう変えてみる。 すなわちどういうことかと言いますと、両弦にデルタシグマーバーというですね相当蘇生歪み増分量を入れてやる。これどんな効能があるのかというのをちょっと考えてみようか。まず、棒の短軸の応力の引っ張り応力の歪み曲線を書く。歪み。応力。 原点から縦断成形数 E とともに一定に増加をし幸福応力を超えると歪みとともに非線形に応力が増加すると。これが蘇生域だと。ところで今大切な点は何かと申しますと、ここで申し上げているように相当応力や相当蘇生歪み増分量と言っていますけれども、ここでちょっと 思い切って相当歪みという言い方まで広げてみましょうか。そうすると、結局この縦軸のシグマというものは、我々が今まで学んできたシグマーバーなんだと。こちら側は何かというと、こちら側は、まあ、まだ式をちゃんとは示していませんけれども、イプシロンバーだと。こういうふうにして、単軸の応力歪み曲線は相当応力と相当歪みの曲線と見なすことができる。次に、 デルタシグマーバー分のデルタエプシロン P バーとはこれどういうことかというと、こいつはある歪み、ある応力の時に微小な変化量をここで取ると。ここがデルタのイプシロンの P バー。ここがデルタのシグマーバーえ。すなわちある応力に対して 非線形な応力済み曲線で、歪みと応力が増加するときのある応力で、どれだけ蘇生歪みが増加したら応力が増加するか。この傾きは位置によって変わっているけれども、この傾きのことを、これ第1回目の授業で歪み効果係数 H というふうに言ってた。H というのはもちろん、これは、 蘇生歪みによって、えー、変わってくる関数になるわけだけれどそうするとここのところの項はこういうふうに読み解いていいだろうとさあだんだん全容がつかめてきたぞ。 そうすると、これによってどういうことが分かったのかというと、蘇生泉がどれだけ変化するのかというのは、2分の3の H 分の1のシグマーバー分のデルタのシグマーバーだと。そうすると、これでデルタシグマは全て応力で表されたことになる。と同時に、引っ張り試験によって得られた応力泉曲線の この部分のこの部分のところの歪みに対する応力の変化をここのところに代入すると。こうすることによって幸福応力以降歪みが変化する時に蘇生歪みがどれだけ増加していくのかの計算をできるようになる。 じゃあもう一度結合してみようか。さあ、えー、ここで、えー、プラントルロイスの構成式を使いまして、最終的に全て組み上げるとどうなるの もう少し綺麗にきます。すみません。そうしますと、今求めた比例係数をこのラムダの中に代入すると、蘇生泉増分量はこの公式に従って変化する大切な点は、 この右辺が全部応力で書かれている点ね。左辺が歪みだよ。こうすることでフックの法則に近いじゃありませんか。すなわち、イプシロン IJ の全歪みというのは、イプシロン IJ の男性歪みに、デルタイプシロン IJ の蘇生歪みを足し算したものですから、イプシロン IJ の E プラス、 2分の3の H 分のシグマの IJ プライム。こういうふうなの。もし相当応力、ある点の相当応力が幸福応力を超えている場合には、ここの項が生きると。 もし相当応力に比べ対して幸福応力が小さければここだけになると。すなわちフックの法則。フックの法則は歪み成分はこれは応力成分に書き換えられるわけですからすべて右辺は応力成分。左辺は歪みと。と応力が作用した時にどれだけ歪みが生じるのかというのが構成式になる。 これが、ああ、断素生態のフックの法則に対応する構成方程式であって、こいつを使って計算をしておければ、ある材料の応力歪み曲線をまず測定しておいてください。次に、ある応力や蘇生歪みに対して、歪み効果係数 H を求めておいてください。そいつをこの分母の中に代入していってくれれば、あらゆる問題の 複雑な形のダース生体の素性ひずみと応力の計算ができますと。 さて、じゃあ、一つだけ教科書の例を解いて、今日ちょっと早めですけれども、授業を終わりにしましょうかね。今日はかなり内容が難しかったですからね、昨日先週、今週とね、この教科書のですね、えっ、ー、と、ページの57の 問題番号6.3についてですね、えー、少しこの公式を使ってですね、えー、ちょっと式を見ていきたいなと思います。こちらの教科書の57ページの6.3にはどういう問題かというと、今あ、材料試験できるわけではありませんので、こいつのですね、応力詰め曲線が今、ここにあるようなべき定速で変化するものとすると。 このようなク緑積曲線を描くような材料に対するプラントル・ロイスの構成方程式を求めてみなさいというのが教科書の57ページの6.3のお題になっている。 問題はこれどのようにして解くのかということですが、シグマを相当力シグマーバーに置き換えなさいということになるわけですので、もうこれは今必要はない。 まず、えー、左辺のシグマを単軸能力ですので相当応力シグマーバーにまず置き換えると。そうして、デルタのシグマーバー分のデルタのイプシロン P バーと。いうことで、割り算、微分をする。 ここのところの今、イプシロン P というのが、これ今、下添え字がついてますけれども、今申し上げている。こういうふうに短軸の応力と多軸応力の関係。まあ、これはあの、引っ張り試験ですから、シグマはシグマーバー、イプシロン P はイプシロン P バーというふうに置いてあげる。そうすると、今、こちら側の、こちらの式ですね。 これをイプシロン P で微分をしてあげると。そうすると、NH のまあイプシロンの P の N マイナス1というふうにして右辺の組成歪みに相当する項をですね微分をすると、こんなふうな形になると。 それで一方ですね、今度はこちら側について着眼をします。もう一度ここのところの式に着眼をしまして、これをイプシロン P に対する式で変形をしてあげると。 えー、そうすると蘇生泉みと、えー、応力の関係式はあこのフックの法則でなくて、えー、応力済み曲線からまたこのようにして表されますので、えー、こちら側をですね応力の式にしたいためにここのイプシロン P のところに先ほどのものを代入すると。 そうしますと、えッジ歪みがですね、歪み効果率、エッジがどのようにして、まあ、変化するのかなということが、今、これでですね、計算ができた。<laughs> 失礼。あとは教科書に書かれている通りでして、えー、こいつを ここの中に代入をしてあげることによって比例係数を応力の式で表した式が出てくると。これもちろん、これ逆にしなければいけないですから逆数になるわけですけれどもね。そしてその値をまたさらにここの中に代入をしてあげると。そうすることによって、プラントル・ロイスの構成式の先ほどのべき乗によって応力済み曲線が変化する。 玉線式に対して構成式を求めることができるということになるわけです。あともう一つですね、教科書にまあ例題が載っておりますけれども、後でゆっくりと見てください。